ここも良さげなポイントだね。ちょっとね、あそこの深くなってるところからぶつかって、あのブッシュのね、この辺つくんだったらこの辺だよな、まずな。来た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 、おっ来た。やっぱあそこ入ってたね。おお、ちゃんとフロントフック降ってきた。綺麗なヤマメだった。まだいるよ。おお、今当たったぞ。おってる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 、ういういっ、よし来た。イエーイ、よし。アグレッシブにミノーにチェイスするヤマメ。トゥイッチを入れた速いアクションで見事ヒットに持ち込んだ。いやー、綺麗なヤマメだね。最初はね、あの流れのぶつかりのところにね、キャストして、まあサイズがね、可愛いのが釣れたんだけど、やっぱりね、このぐらいのサイズになると重心のしっかりしたいいポジションについてるよね。まあそれにしてもね、このぐらいのサイズでもいい楽しい引きを楽しませてくれるいい川だね。いやー、ありがとう。ちょっとね、あのなんとなくパターンが見えてきたんで、ああいうしっかりした流れの落ち込み、そういったところをね、重点的に狙っていきましょう。マイナスイオンたっぷりの涼しい空気に包まれて、しかもヤマメのチェイスもたっぷり、至福の時間をかみしめながら歩み続ける四つさん。ちょっとね、明るくなったポイント。こっちの方が多分魚がつきそうな感じ。まくった。危ない。すぐ出てきた。おお、おお、かわいそうかわいそう。おお、ごめんごめん。やっぱりそうだね。よいしょ。ごめんよ。いや、これも綺麗だね。まあでもやっぱりね、徐々にポイントが絞れてきたんでね、少しねサイズアップを狙って釣り上がっていきたいと思います。いやでも綺麗だ、ありがとう。徐々にポイントが絞れてきたヨッサン、この調子でシャクヤマメもお願いしますよ。サンキュー、ありがとう。これいけ、いいポイントだな、ここも。で、ちょっとね、またいいポイントが目の前にあるんで、まずちょっとね、バックスのゴールドベース、これでね、反応見てみたいと思います。かわいいのが食べた。あー、ちっちゃいね。いやー、こういうね、ヤマメがでかくなってくれんだね。ごめんよ。よしよしよし、よく食べたね、お前。ルアーの方が
大きいんじゃないのっていうぐらい。来た。今日はね、あの蛍光ピンクがよく釣れてるんだけど、ちょっとねチャートでも反応があったんで、今度はね、チャートのイグラリです。よし、じゃあこの上行きましょう。ここもね、あの対岸のまずでかい石あるよね。あそこの前から送り込んで、ほら、うわー、いたよ、やっぱり。ちょっと距離あったな。あそこちょっとね、エッジが掘れてて深くなってるんだよね。追ってきた、追ってきた。やっぱね、ゴールドベースの方がなんか反応がいいね。このカラーに変えてね、もう一回同じポイントを狙ってみたいと思います。ここ結構ね、岩盤のスリットが入ってて、魚がつけやすいポイントだよね。おー、かわいいのが起きてきた。よし、じゃあ上行きますよ。上もいいよ、また。ここもいい流れの入ったポイントだよね。で、やっぱり手前にね、岩盤で、左奥にね、まあ岩なのかな、まあ、岩盤がおそらく、ね、洪水かなんかで削れて落ちてきたものがあるんだけど、まあ、ああいうのがあるってことは、もともとね、あそこも深く掘れてて魚がついていたであろう、ね、ポイントで、こういうポイントっていうのは、あの1回ついてる魚がまた戻ってきたりするんで、まあおそらくいいのは入ってるんじゃないでしょうかね。で、今ここまたアップで狙うんだけど、手前にね、いい岩があるんで、まあ生息してきた魚にね、僕があまり見えないようにちょっと石の裏に隠れて狙ってみたいと思います。いいの出そうだよ、これ。ね、こうやって隠れてると手前までチェイスしてきても僕の姿が見えないんでね。送った。あー、かわいいね。もうしっかりボディ食ってきてるね。あ、背中取られちゃったね。かわいいヤマメです。やっぱね、こういうところにしっかり身を隠してると手前まで追ってきて食ってくるよね。お、食った。おー、着水と同時に食ったよ。ここで連続ヒットね、また。お、これもいい最色のヤマメでございますよ。綺麗だ。やっぱピンク系、まあゴールドベースね、その辺のカラーが一番反応がいいね。うい、ありがとう。元気は。ダウンでね、ゆっくり狙っていくんでね。で、今回ね、こうやっぱりこういうね、 V 字渓谷で、深いで、意外とね、川幅の狭いポイントなんで、今回持ち込んだロッドはね、パランクスガルーダの5フィート10インチ、結構短めなロッドで、今年新しくねリリースした非常に感度のいいロッドです。で、ラインは PE の、今回15ポンドで、リーダーが
6ポンドのフロロカーボン、うん、こんなセッティングでね、今回はナイスなヤマメをね狙っています。この辺もいいね。今回のフィールドでは大場所ともいえる岩盤エリアにたどり着いたヨッサンと、ここでボトムにつくシャクヤマメらしき影を確認。シンキングミノーの黒銀カラーで誘ってみる。突然降り出した雨で一時中断。番組後半、果たしてシャクヤマメゲットなるか。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。